断するなよ。開始だ。みんなのおかげだよ。油断するなよ。みんなのおかげだよ。ハック開始だ。このまま押し切れ。上出来だ。ハック開始だ。なんとかなったね。あれは。メフィストさんさん、メフィストさんさん、別のハッカーにやられたか。しっかりしてくださいよ、メフィストさんさん。畜生、こんなげっそーっとしちまって。おい、あ、なんだてめえら。お前たちと同業のもんだ。メフィストさんに用があったんだが、何があった？どうもこうもねえよ。メフィストさんさんはいつも通りアカウントの取引をしてただけなんだ。でも気づいたらどんどん様子がおかしくなっちまって、おかしいなと思ってたんだ。メフィストさんさん、なんだか今日はいつもより決まってるなって。でもあれは決まってるなんてもんじゃない。まるで何かに操られてるみたいな。
戦っているうちに突然様子がおかしくなっちまった。一体どうしちまったんだろうな、メフィストさんは。さあな、突然人が変わったように暴れ始めた。一瞬奴の背後にデジモンのような姿が見えたんだ。ひょっとしたらそのせいで奴はおかしくなったのかもしれないんだ。俺たちのデータ化された意識にデジモンが干渉しないとは言い切れないということだ。まあ、噛み砕いて説明するとだな、エデンの根幹システムには精神のデータ化ってのがあるだろ。俺たちの意識はエデンにログインする際にスキャニングされて、精神データとして仮想空間上にアップロードされてる。エデンアバターにそのデータがダウンロードされることで、俺たちは現実世界の記憶を引き継いで仮想空間で活動ができるようになるってわけだ。精神データはあくまでデータだから、デジモンプログラムの影響を受けることもあるんじゃねえのってことさ。でもそんなことありえないと思う。精神データを守っている防壁は何よりも強固なはずだし。そうなんだよな。ま、でもこんなこと俺たちが考えていても仕方ねえさ。ひとまずメフィストさんを懲らしめることには成功したんだろ。依頼完了じゃん。いや、まだだ。ザクソンからの依頼は借られたアカウントデータの破棄だ。奪われたアカウントは全て取り返す必要がある。メフィストさんの端末情報はコピーしておいた。エリカ、解析してくれ。奴が他のアカウントをどこにやったのかが知りたい。うん、ワームも手伝って。はいでしゅ。お前、お手伝いができるようになったのか。はいでしゅ、エリカに教わったでしゅ。メフィストさんが他のユーザーとやり取りしていたログがありましゅ。見せて。企業ユーザーと頻繁にやり取りしてるね。アカウントの転送ログもある。そいつだな。なんて企業だ。名前は闇バイキングでしょ。これはどう考えても闇。そのまんま過ぎて悪ふざけのレベルだね。メフィトさんはこの企業にアカウントを売っていたみたいでしょ。企業の一番偉い人の名前はカヤマトオルでしょ。アカウントの転送先はその企業サーバーか。直接侵入してデータを奪うぞ。ほんじゃま、俺とお嬢は引き続きサポートに回りますか。おい、どうした？行くぞ。
サーバに侵入するのは初めてか？感覚は通常のエデンエリアと同じだ。サーバもアバターで行動できるように構成されている。それによるメリットデメリットはいろいろあるんだが、メリットはまず信用だ。電脳空間にサーバーを構築することでセキュリティを可視化して示すことができる。何よりエデンシステムそのものが最先端の強固なセキュリティだ。そのエデン内にサーバーを持っているだけである種の社会的信用を得られるってわけだ。従来のハッキングでは内側からサーバーのセキュリティに接触することは不可能に近かった。だがアバターで行動できることに加えてデジモンプログラムがその常識を一変させた。デメリットはもちろんこうやって優秀なハッカーに侵入されちまうことだ。もちろんその辺は管理側も百も承知だよな。その証拠にこういうサーバーは無人であることが多い。なぜなら奴らは自分たちのセキュリティに絶対の自信があるからだ。俺たちはそこをつく。奴らの自信を傷つけねえよう細心の注意を払いながらな。油断するなよ。悪くなかった。ハッキングってのは基本的にセキュリティを破られたと気づかせねえ手を打つ。突破されたことに気づかれると管理側がセキュリティを強固にしちまうからな。こっそり作った裏口をバレないように維持することも重要だ。
今回はその辺は千歳が外から担当している。俺たちは気にせずこのまま最深部まで行ってセキュリティを解除すればいい。デジモンがいる場合企業がハッカーを雇っている可能性が高い。ハッカーを雇うことでセキュリティレベルは目に見えて上昇する。だがどうしてそこまでハッカーを信じられる？雇い主がハッカーを理解して使っていると思うか？俺に言わせりゃハッカーがいるってことは目に見えない穴が開いちまっているのと同じことさ。